根拠のない自信を持っていることはいいことでしょうか。竹之内社長の意見をいただきたいです。別にいいことだとは全く思わないっていうのが僕の意見ですね。根拠のない自信なんて僕持ったことないんで、基本的には僕自信家に見えるかもしれませんが、自信がない裏返しではあるんですよね。で、自信があるものに関しては徹底的に自信があるって言ってますけれども、それは僕の全体の2割程度です。残り8割は自信がないから勉強し続けてるわけですよ。競争なんですよね。競争で自分がもうトップだと思えるんだったら自信を持っていいと思うんですよ。例えばお店の中で自分はトップである、それならば自信持てばいいです。全世界に行けばトップじゃない、じゃあ世界中の中でのなんてなった時には自信がなくなっちゃいますよね。でもお店の中ではトップなんだったら、お店の中で教育をしたり講演をすることは自信を持ってやればいいわけですよ。つまりは比較なんですよ。自分が優れているかどうか、競争に勝っているかどうか、それは小さなコミュニティでも別に勝っていれば、自分がトップなんだったらそれは根拠がある自信ですから。で、根拠のない自信っていう人っていうのは、自分がトップでも何でもないのに、数字も出してないのに自信があるってことでしょ。迷惑極まりないです、正直。そんな従業員がいたらですね、めちゃくちゃ迷惑ですね。自信を持った時点で勉強しなくなりますんで、そこで自信がないから人間って勉強するわけですよ。競争で勝ちたいと思うわけじゃないですか。なので自信があることによってそこから成長ストップするということが起こってるような気がするんで、トップじゃないのに自信を持つっていうのはちょっと良くないことです。まあ人生は楽しいかもしれません。